おはようございます。自民党神戸 市会議員の、議員の名前永瀬です。よろしくお願いします。まだですね、新年明けましておめでとうございますという島を覚えておりませんので、いつも通りのご挨拶で始めさせていただきます。震災から20年が経ちます。この1月17日は様々なセレモニーが予定をされております。そこで今日は震災にちなんで、ちょっと自分の経験を踏まえてちょっとお話ししたいと思うんです。私は平成7年の頃、ちょうど大学4年で卒業の頃でした。就職先も倒壊して亡くなってしまったので、震災復旧の現場でアルバイトをさせていただいておりました。もう街中がですね、本当に粉塵に包まれておりまして、もう嫌もなしにね、たくさんの粉塵を僕は吸ってたと思うんです。そうですね、10年ぐらい前から私ひどく咳き込むようになりまして、その時はサラリーマンをしておりましたので神戸を離れていました。もう謎の咳に悩まされて、どこのお医者さんに行ってもどうしてこの咳が出てるのかわからないということだったんですね。で、まあこの選挙に出る、脱サラするということで神戸に帰ってきて、まあ内科を受診したら、ある先生がこうおっしゃいました。震災から10年ぐらい経った頃から、大人の喘息が非常に増えてますよと。あなたの症状もほぼそれに間違いありませんねと。特に気管支を痛めてるので、風邪をひいた時は大事にしてくださいと言われたんです。で、それ以来ですね、本当に私ちょっと小さな風邪をひいてもすぐ気管支炎になっちゃうし、どうかするとひどく咳き込んでですね、もうその咳が治らないという、冬になるといつも悩まされてるんですね。この症状でお悩みの方は結構いらっしゃると思うんだけども、この震災がはっきり、まあ医学的な因果関係がはっきりはしていないけれども、こういうことでお悩みの方を、まあ医学的にもあるいは精神的にもサポートするようなシステムがまだ神戸市にないんですね。震災の機に20年経ったから、メモリアルというのではなくて、これからまたいろんな問題が派生するしてくるのではないかなと。自分自身のこの気管支炎の苦しい思いを思い返しましてもね、ご高齢者の方とかお子さんとかお体の不自由な方にとってこれはもっと辛いものなんではないのかな。ちょっとこの問題、少し自分自身の経験もありますので、少し掘り下げていってみたいな。今年はそんな一つ課題をですね、自分で見つけた、お正月でもありました。皆様は元気にお正月をお迎えになられておられるでしょうか。本年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。4月には統一地方選挙があります。引き続き頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。